ヘロースターロックです。前回の動画でこちら、ウィンドマスターを見ていただきましたけど、このトライフレックス、もうちょっと大きい五徳がいいよっていう人いるんじゃないでしょうか。そういう人のために別売りで4フレックス、トライフレックス3に対して4フレックス4本の五徳が別売されているみたいなので、これをちょっと見てみようと思います。それではレッツスタート。はい、それじゃあね、早速箱からもう出してあります。まず説明書、そしてまあ外箱はまあいいかな。これが本体の五徳だね。4フレックス、これはね、裏にバネがついてて、クリップみたいにね、こう開くように動くからね。あとはこう、まあトライフレックスを外してよ、外しちゃってこうね、動かして開きのスライドさせてパッと離すと、あとはこう開いてね、これで五徳の、取り付け完了だね。大きさはね、かなり大きくなるね。実際にちょっと鍋を乗せてみると、はい、鍋のドロップでしょうがないからね、裏返してみると、はい、こんな感じ。トライフレックスの方だと、鍋の底からね、出ることはなかったんだけど、この4フレックスはかなり大きいね。はい、多分この辺で中心かな。いつも使ってる鍋が、から五徳がちょっと足が出る感じになるぐらいまで大きくなりました。これフライパンでももちろん安定するんじゃないかな。これがいつも使ってるおっちゃんのフライパンなんだけど、これもね、あ、かなり信用しておけるぐらい大きくなってますね。もしトライフレックスでちょっと物足りないっていうかね、人はね、この4フレックス、買いなんじゃないでしょうか。はい、それじゃあね、あともう一つの特徴、片付ける時なんだけど、まあトライフレックスの時はね、ここにまた引っ掛ける、見えるかな、引っ掛けるところがあるから、そこにずらして引っ掛けて閉じてやれば、一緒にねソフトケースの中に入れて保管できるんだけど、持ち運べるんだけど、これはねもうちょっと進化してます。それをちょっと今からやってみましょう。まず普通に取り外して、あ、開いておこうね。で、あとはねバーナーも外しちゃいます。よし、あ、ガスこっち。いいよ。あ、今イメージだかな。まあ、器具線つまみをね、倒して。これね、一番の特徴がね、どっちやったっけ？こっちでいいのかな？よ。あ、今見えたかな？こうやって間に挟んでね。よ。五徳を倒して、こうやってしまうことができます。これが一番の特徴だね。よく考えられてるね、これ。ほんで、あともう一つね、最初では出してなかったんだけど、これアミカスのハードケース。アミカスっていうまた別の、こういうバーナーがあるんだけど、アミカスのハードケースが別売りであるから、ちょっと風が。よいしょ。よっ。お、これはね、あ、これトライフレックス用かな。まあなんか目的、どうやったら映る。一応ね、中にもう一つここ仕切りがあって、なんか入るようになってるみたいね。まあ今回はトライフレックスを入れるけど、まあこうやって別で入れるところがあるのと、あとこうやってね、本体を挟み込んだ4フレックスの五徳とかをこうやってね、中に入れてしまうことができます。はい、それでは4フレックス見ていただきましたけど、いかがでしたでしょうか。これはね、ハードケースアミカスのなんだけど、綺麗に収まることができます。ね、これ確かね、単品でも売ってるはずなんだけど、おっちゃんの見た限りではアマゾンにはなかったね。
どうなんだろうな。とりあえず、外の公式サイトのアミカスから入れるかな。もし気になる人があったら探してみてください。それでは、この動画はこれで終わろうかと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは別の動画でお会いしましょう。バイバイ。